また高速できるんかな。できるわ。これ見て。すごい、ね、横にこう行くんだね。自動もっとできるんだ、ね、できるね。みんなこれジョイフのホンダちゃん。広いでしょ、うん、でかすぎるわ。買い物をするだけでもいいよ。最高じゃ。最高なんだ。ジョイフルホンダ欲しい。ここら辺も雪降るんかな。降るんじゃない。なんか結構急やわ。みんな屋根が左方向です。あ、お前その先300m で右方向です。ボーンって落ちないでね。大丈夫っしょ。センターラインもないみち。やめてよ。これそば。うん、そばでしょ。そばじゃん。ちゃうか。違う。ちっちゃいもん。そばじゃん。おそばなのかしら。わかんない。そばとちゃうね。でもあそこで入っとったやつとちゃうもんな。なんなんやろね。こんな山奥にライブさんがおんの。山奥にっていうか、まだ山奥じゃない。山奥でしょこれ。妹からずっといてはんの。妹からずっといてはんの。おー、見えた。後ろ姿見えた。だいぶその、うん、そう、どこ行っても大体の見えるんだ。姿は見えて、でも前方見たことがないからね。そう、俺初めてやから。いいとこかな。ほら、後頭部見えたね。そうそうそう、見えた。大抵見えたよ。あそこの上に乗って天気良かったら、あのスカイツリーとか富士山とかまで見えるに、ね、あれ見たら、あの淡路島の潰された。あれでも、あ、そう、履いたことある？あるある。あ、そうなんや、俺知らんねん。どこの工場じゃないの。キヤノンでした。キヤノン、キヤノンでございます。すげえ。ついの、いいとこやな、キヤノン。静かやこの辺、空気良さそうやし。ほら、見えた。はい、見えました。まだ1キロ走れんだよ。左方向です。大きいでしょ。でかい。およそ 400m 先、目的地周辺です。だいぶ通り打ちますね。真正面だ。すごい、なんかいっぱいイベントやってんの。お前ね、コーヒーもしてる。お団子。だね。あの裏側見てしまったな。桜の時期綺麗やろね。めっちゃ綺麗や。ほんまにこんなの。納豆の味が、ね、明太子。納豆だけだから。納豆はね、許せんの。いろいろあるんだね。カルミ焼きや。やっぱ配管料がいるんだ。ん、配管料、うん、え、庭園やったら500円、中に入るやったら800円。
すごいね。どこや。大仏の。大仏。あ、絶対お猿さんやね。お猿やん。かわいいな。大きいね。でもなんかカラープリンターじゃなくて、あの、何やったっけ、なんとかプリンターみたいに、ほら、線できてるやんか。ああ。あの、パネルでやってんかな、どうなんやろ。ね、作るのをね。パーツごと組み合わせてるやん。これ右が言ってんのこれ。はい、右。あ、そうなんや。右行ったらもうなんかあれ、行き止まりや思ってたけど。違うんだ。行けますね。観光バスや。およそ400メートル先、右方向です。大きい大仏さんでした。すごいいっぱいの人来てるね。およそ300メートル先、ね、右方向です。海外の人もいいように多かったね。でしょ。あ、そうなのかな。10時間と題して朝もポンと乗り込んでいらっしゃい。いらっしゃい。まもなく右方向です。その先400メートルで後藤沢を左方向です。ハウスグループ。そうやね、結構ね、大手の会社あそこいっぱいあったね。あの津村ってあの入浴剤の、あそこの、シャープじゃなかったね、なかったよね、メーカーさん。その南側にもあった。およそ300メートル先、阿弥東インター入り口は。あ、コンテナホテル。コンテナホテル。これ？違うのかな。あ、そうや。あ、そうやわ。これなんだ。次の信号は右方向です。プレミアムアウトレットです。あ、ほんまや。そうなんや。右方向です。行かへん。明日行こうかな。あ、いいね。明日でしょ。オッケーオッケー。空いてるわ、明日行ったら。あ、いいね。こんなとこにアウトレットがあったんだ。いいよろしいね。すごいこのインターのすぐ横なんや。うまいね。なんかあのアメリカ、やっぱ海外のアウトレットって感じのイメージよ。あ、そうか。作りから。そうかな。そんな感じがして。あのサンタとかと一緒じゃない？サンタと、だって三井でしょ。三井じゃない。じゃない。サンタ。三井自称じゃない。三井じゃない。三井やアウトアウトレットパークで。三井じゃないの？二種類あるじゃん。ここは三菱。三菱自社じゃない。これもいっぱい見るよ。ねえ。すげえ。すごいな。自由に降りはるね。ガストセンター。ねえ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいね、コメント、応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。